イーライ・ホイット・ニー・ブレイク・ジュニアはアメリカ合衆国の科学者。同名の父イーライ・ホイット・ニー・ブレイクは発明家であり製造工場を経営するブレイク・ブラザーズの共同経営者であった。イーライ・ホイット・ニーという名は父のおじで綿栗機の発明によって綿工業の様相を一変させたイーライ・ホイット・ニーに由来している。ブレイクは1857年に イエール大学を卒業し、シェフィールド科学学校でさらに1年間学んだ。ブレイクは1857年卒業組のスカルボーンズの一員だった。その後、ヨーロッパへ渡り、ハイデルベルク、マールブルク、ベルリンで科学や物理学を学んだ。帰国後は1867年にバーモント大学の科学と物理学の教授となった。しかし、1年足らずで、 コーネル大学に移り、1868年から1870年にかけて物理学と機械技術の教授を務めた。その間、1868年から1869年にかけてコロンビア大学の物理学教授職も一時的に代行した。その後、1870年から1895年まではブラウン大学で、 物理学教授の座を占めた。科学界ではさほど知られた人物ではなかったが、ブレイクはアメリカ科学振興協会などの会員であった。また、アメリカンジャーナル・オブ・サイエンス・アンド・アーツなど様々な科学雑誌に寄稿した。ありがとうございます。